こんにちは。体のエラ10万円勝負です。今日は2021年の1月25日を2時間ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在のエダコインの値段は 36.835、はい、ここのところ37とか38とかね、行きそうな勢いでずっと高いところで結構推移してますね。ただ今この瞬間でいきますと38に行きそうなところだったのに、今36円台まで戻ってきちゃいましたね。はい、ただ振れ幅がちょっと小さくなりながらね、ちょっと上の方に近寄ってきてるので、はい、そろそろね、38、39、40と言ってくれないかなというところですね。はい、はい、ツイッターの方に行きますが、BTBF さんが、SPO 界隈がざわついているなということでね、なんかよく覗いてるんですけど、何があったんですかね、これちょっと私分からずに読んでますけど、SPO の方々、なんかバージョンアップでもあるんですかね。はい、まあ、いずれにしても SPO の方々がね、そうやっていろいろやってくれているので、まあ、報酬をいただけるということでありがとうございます。はい、次ヒロさんですけど、イーサリウムが基本として認められてきました。誰が作ったの？まあ、チャールさんとビタリックさん、その他の方ですよね。はい、でだからアルトコインを代表するイーサリウムを買って海外の取引所に送り、エダに交換する方がベストなんですと。でツイートしているのがコインテレグラフのオピニオン、イーサリウムは2021年に投資家の使用資産になるということでね、気になるので見ていきたいと思います。はい、こんなにイーサリアムのアイコン抱えてますけど、読んでいきます。2020年下半期に機関投資家や大手企業から仮想通貨の関心が高まった。クジラなどの大口投資家だけでなく、一般の人々の注目はビットコイン一点だった。この記事ではイーサがより魅力的な資産である理由と、これから仮想通貨に投資をしようとしている人にとってイーサを最初の仮想通貨にすべき理由を見てみようと。まず数字から。新型コロナウイルスに起因する市場暴落があった2020年3月の安値からイーサリアムは 1200% 上昇した。ビットコインも成長しているが 700% とイーサリアムに比べると小さい。もちろんビットコインが4万ドルという新高値を更新したことを見ると、イーサリアムの1400ドルという数値は大きくないように見える。さらに時価総額で比較すると、イーサリウムはビットコインの5分の1以下だ。しかし投資家のにとって重要なのは何だろうか。ポートフォリオから見た資産の素晴らしい数字や記録なのだろうか。はい、このようにね、イーサリウムのプライスチャートが来てます。イーサリウムが2021年に価格上昇を続け、最も有名な仮想通貨のビットコインよりも多くの利益をもたらす理由を紹介する。開発者の需要。イーサリアムが新たにブロックチェーンを構築し、分散化アプリを立ち上げるために最も適しているプラットフォームだ。下記のチャートは、イーサリアムネットワーク立ち上げから1年間に取引された ERC20 トークンの数を示している。2018年の ICO ブームが崩壊して以来、ブロックチェーンスタートアップの市場拡大が鈍化しているにもかかわらず、ERC20 トークンの総数は増加し続けている。確かに ERC20 トークンのカウント増えてますけど、これ今言ってることが違いますよね。2018年以降増えてるって言ってるけど、2018年の前のデータしかないですね。はい、そしてイーサリアムには、トロンやポルカドット、カルダノ、コスモス、テゾスなど強力なライバルがいるにもかかわらず、ブロックチェーン開発のプラットフォームとしてリードし続けていると。取引量の成長。2020年に1兆ドル以上の取引がイーサリアムブロックチェーンで記録された。この数字は3億5000万以上のユーザーがいるペイパルを超えている。ペイパルの平均的な取引量は四半期にあたり2000億ドル以下だということですね。トランザクションが増えていると。これは直近ですね。さらにトランザクションではイーサリアムが支払われる手数料がある。ネットワークの成長率は依然高く、我々は自信を持ってイーサリアムの強いトレンドが続くと期待できる。さらにアクティブなウォレット数やネットワークのトランザクション数、平均トランザクションサイズともにイーサリアムの関心が高まっている。ディファイセクターの発展。ビットコインが仮想通貨市場の主導権を持っている一方で、イーサリアムは分散型金融のリーダーとなっている。2020年に夏にブームとなったディファイは、レンディングやステーキング分野で成長を続け、新たな投資を呼び込んでいる。トータルバリューロックドインディファイということでね、今年の夏にガーンと増えたということですね。2020年に入り、ディファイのトータルバリューロックドは6億8700万ドルから232億ドルへと 3300% 近く成長した。そしてほとんどのこのディファイプロジェクトやステーブルコイン発行のメインプラットフォームとなっているのがイーサリアムだ。ボラティリティが低い法定通貨に裏付けられたステーブルコインの新規発行は成長を続けている。
ステーブルコインはユーザー間での迅速な決済、仮想通貨取引所で取引ペアの形成、仮想通貨ウォレットでの資産の保管にとって非常に便利なものだと。確かに増えてますね。さらにデファイに関する機関投資家の関心に触れ投稿。デファイ市場が混乱したことで2020年の夏に高まった金融セクターでのブロックチェーンに対する機関投資家の信頼をほぼ失ってしまったが、企業はデファイへの関心は示し続けている。2020年8月アーチャックスとアルゴランドは機関投資家の間でデファイを導入するためのツールを開発する計画を明らかにした。そして2020年秋にはナスダック上場の ZK インターナショナルの子会社である X シグマがデファイサービスの開発に取り組んでおり、ステーブルコインを取引するための分散型取引所を立ち上げる準備をしていることが明らかとなった。昨年の大口投資家のビットコインに対する注目が高まったのは誰もが知っているところだろう。現在はアルトコインも同じように上昇を続け、イーサリアムも影響を受けている。そしてイーサリアムの最大の利点は技術の汎用性とコミュニティの成長にあると。はい、全部読んじゃいましたけども、なんで全部読んだかというと、これなんか丸々これがね、ADAに置き換えていい時期が、来るんじゃないかというような感じがするんですね。まあ皆さんもそうだと思いますけど、っていうことと、あとちょっと思ったのがですね、あのこの暗号通貨専用のこの記事というか、このコインテレグラフが、今の時点でイーサリアムに対してこういう意見を言うってことは、本当にカルダノがね、今我々カルダノに注目してますけど、本当にまだまだ、何ですかね、影に隠れているというか、もちろんコインテレグラフ自身は知ってるんだけど、少なくとも、会社としてこういう記事を出すということはね、まだカルダノはもうちょっと後にね、じっくり出てくると。まあでも2月3月でもうちょっと注目を浴びるものの、でも今年はイーサリアムだって言ってるので、本当にね、まだ今からでも中期的な観点で強気で生きるなという感じが非常にさせてくれるイーサリアムの記事だなという感じがしますね。はい、でこの記事は投資アドバイスではありません。すべての投資や取引にはリスクが伴うため、決断を下す際にはご自身で調査を行ってくださいということで、ご自身で調査を行った結果、まあ、カルダノですという結論ですね。はい、もう一回ヒロさんですけど、エマゴがカルダノ向けの最初のステーブルコイン、AGUSD の発売を発表と。リョーマさん、エマゴはエルゴブロックチェーンに基づいており、プルタスとカルダノでも利用可能になる安定したコイン、ステーブルコインですね、AGUSD を発表した。AGUSD は CDP、ちょっとわかんないですけど、プロトコルの問題を排除するように設計されたアルゴリズム、ステーブルコインだと。タイタンのお目覚めは近いぜよと。今年はタイタンだということでね。はい、非常に楽しみですね。ステーブルコインはね、今、話題になってますけど、この AGUSD じゃなくてね、他のステーブルコインですね。だから、それが本当にね、ここにどういうふうに絡んでくるかっていうのが楽しみだなと思いますね。はい、コインテレグラフ日本版ですけど、仮想通貨ダボス会議の議題に A 中銀総裁やウエスタンユニオン CEO が登壇と。世界経済フォーラムの年次総会であるダボス会議で仮想通貨に関するセッションが予定されている。デジタル化通貨のリセットと題したセッションが25日と28日開催される。25日のセッションでは、イングランド銀行アンドリュー・ベイリー総裁やウエスタンユニオンのヒクメット・エルセック CEO など5人が登壇すると。28日にはシンガポール政府からターマン・シャム・ガラ・ナト・ナム、上級層や北京拠点の国家金融研究員のなんとかさんが4人。登壇すると。セッションでは、新型コロナウイルスは現金が長期的な移行を加速させたと書いており、中央銀行デジタル通貨の台頭によって世界中の人々のお金の使い方を変える可能性が高まっていると指摘していると。さらにセッションの目的として次のように書かれている。デジタル通貨の台頭によってもたらされる機会を活用するために、どのような政策や実践パートナーシップが必要なのかということですね。はい、今年はね、もうあるんですね、1月にね。はい、なので何か出てくるといいですね。はい、ではね、何に戻ります。37.01 ですね。1枚の線 12.9×37.01 で元本が10万円ですので、41万8617円のプラスということになりまして、 418.6% のプラスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。